はい、周り全部見てください。OK? はい、スタートです。はい、いいですよ。16番左です。ウィンカーつけて、はい。30メートル手前だからね。そういうことです。そうです。はい。ゆっくりで大丈夫です。まっすぐになったらスピード出します。はい、5番右です。はい、ここでウィンカーつけてゆっくり見て、はい、それでセンターに寄ります。ゆっくり60センチに合わせてあげます。スピード出さなくていいですよ。はい、まっすぐになったらスピード出してください。はい、ビューンで離して、はい、ゆっくりブレーキを踏みます。7番左です。このぐらいでいいんじゃない？ね、このぐらいにしましょう。7番左曲がるときもちょっと早めにブレーキをかけてゆっくり安全確認をしていきましょう。はい、いいですよ。ゆっくりでいいです。もう焦んなくていいです。はい、はい、7番左です。はい、スピード出して、はい、離してブレーキに足を乗っけて、そうです。で、ここからゆっくり、はい、右チェック。左チェック、はい、バイクチェック、はい、ゆっくり、はい、それでゆっくり曲がります。はい、離れないように60センチ、はい、まっすぐになったら、はい、アクセルをビューンと返して、はい、離してあげる。スピード出たらもう離してあげる。はい、セコンドで回ればいいですよ。はい、はい、はい、お忙しいんだからゆっくりしましょう。ゆっくり、はい、このぐらい、はい、ウィンカーつけて、はい、バイク見て大丈夫だな。はい、1メートル開けます。はい、このスピード、このスピードよ、このスピード。はい、またウィンカーつけます。はい、こっち見て、はい、大丈夫だな。はい、そしたらハンドルを切ります。はい、それでいいです。4番左です。30メートル手前からウィンカーつけるから、ここら辺から、はい、ウィンカーつけます。ゆっくりゆっくり、早くなくていいんですよ。ゆっくりゆっくり、はい、このスピードをキープしてください。このスピードでいいです。この早くしなくていい、このまんま、はい、そうです。はい、4番左です。はい、もう一回カチカチカチ、ゆっくりウィンカーもつけれる。はい、ゆっくり、はい、離れないように、はい、はい、3番右です。ゆっくりゆっくり、そうするといくらでもウィンカーつけれるよ。はい、ウィンカーつけて、はい、そうです。このぐらいのスピードです。このぐらいのスピードでこのキープして、これで入ります。はい、このぐらいのスピードだとちょっと間違ってもハンドルで調節アジャストできます。ゆっくりです、ゆっくりゆっくり、はい、このぐらいのスピードです。あなたは勘がいいからね、いくらでも間違ってもすぐ修正できるから。でもこのぐらいのスピードじゃないと、はい、そうです。はい、OK です。はい、このスピードをキープします。はい、難しいけどね、クラッチ使ってね、難しいけどこのぐらいのスピードにします。はい、右です。はい、ゆっくりします、ゆっくりします。はい、そのぐらいのスピードです。はい、止まりましょう。あれが優先道路だからね、こっちが。あ、すごいな赤で進もうとしちゃう。あ、奥さん荷物が飛んじゃったシートベルト見せたいし。いいよね、奥さんね、今でわかるよね、はい、全然違うね、さっきとね、はい、だからさっきのは上手くなったんだけど、上手くなっても安全確認できなきゃダメだからね。はい、はい、そうです、そうです。ゆっくりそうやって確認すればいいんです。落ち着いてゆっくりです。はい、セカンド入れたらセカンド入れて、はい、5番左です。はい、ゆっくりいきます。はい、右チェック、左チェック、もっとゆっくり、はい、バイクチェック、はい、60センチ、はい、ゆっくり、はい、こっち60センチ、はい、まだスピードはいいですよ。はい、スピード出してギューッと、まだスピード出して、はい、ウィンカーつけて10番左、それでゆっくりブレーキ踏んで、もっともっとゆっくりゆっくり、はい、バイクチェックして、はい、ゆっくり曲がりましょう。この速度
ね、そしてまっすぐになったら、はい、スピードをビューッと出して、はい、ブレーキの足、そう、それでゆっくり余裕を持って、ゆっくり右見て、ゆっくり左見て、ね、ちょっとこれはまっすぐ、はい、左キープだからね、まだまっすぐね、そして、はい、いない、はい、ウインカーつけて、ゆっくり、はい、右見て、後ろ見て、いない、はい、いなかったらゆっくりハンドル切ればいい、はい、いいでしょ、スピードゆっくりだったらできるね、はい、12番右です、はい、ゆっくりです、ここもゆっくり落ち着いて、右見ます、左見ます、大丈夫だったらずっと行きます、はい、大きなトラックが止まってますよ、この大体13番の目印になったらここでウインカー、はい、ゆっくりゆっくり、はい、バイクチェックします、いなかったら、はい、1メートル開けます、ゆっくり1メートル、ゆっくりや、ゆっくり行きます、左のタイヤがこの線の上、はい、ウインカーつけて、ゆっくり、はい、こっち見て、いない、はい、それじゃあ切りましょう、はい、15番左です、はい、ゆっくりゆっくりゆっくり、はい、ウインカーつけて、はい、バイクチェックして、いなかったら、はい、行きましょう、はい、センターラインに行きますよ、まっすぐになったらスピードをビューンと出して、はい、すぐブレーキの上に足を乗っけて、ゆっくりします、はい、ウインカー、はい、ゆっくり落ち着いて、はい、右チェック、左チェック、はい、行きましょう、ゆっくりでいいですよ、はい、センターラインですよ、センターライン、はい、20番右です、はい、まっすぐになったらスピードをちょっと出して、はい、離して、はい、ブレーキの上、はい、はい、ウインカー忘れてるよ、はい、はい、センターライン、はい、12番右ですよ、ゆっくりゆっくりゆっくり、12番右、はい、ウインカーつけて、はい、それでゆっくり曲がります、ウインカー忘れてるっていうことはスピードの方に気になってることだからね、はい、ね、だからウインカーは忘れない、もうコースも覚えてるんだから、次は右曲がる左曲がるっていうのは覚えてるから、30メートル手前でウインカーをつけます、はい、ゆっくりですよ、はい、このぐらいの速度をキープしてください、そうすると、あ、まずいなと思ってもすぐ修正できるから、はい、その交差点左です、はい、ゆっくり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 、はい、右チェック、左チェック、はい、バイクチェック、小さく回ります、コーナーでこのぐらいのスピードね、いい、このぐらいのスピードにしましょう、はい、15番左です、はい、まっすぐなったら少しやって、はい、すぐブレーキブレーキで、ゆっくりして、はい、ウインカー忘れてるよ、はい、右チェック、はい、右チェック、左チェック、バイクチェック、ゆっくり、大丈夫だったら行きましょう、はい、小さく回りますよ、はい、小さく回ります、はい、16番左です、もう左だから先に、はい、ウインカーつけます、はい、でゆっくり、はい、こっちを確認します、はい、大丈夫だね、はい、じゃあゆっくり曲がりましょう、はい、今度は20番右だから、まずスピード出すことより、はい、ウインカーつけます、はい、それで、はい、ちょっとスピードを出します、はい、すぐブレーキの上に足を乗っけてゆっくり止まります、はい、バイクチェックして、いないね、そしたらゆっくりハンドルを切る、はい、ここもゆっくりですよ、ゆっくり、はい、右にウインカーつけて、はい、バイク見て、いなかったらゆっくり1番に入ってください、はい、ゆっくりゆっくり、はい、このウインカー左つけます、はい、それで、はい、バイクチェックして、いないでしょ、いなかったらこっち白線のところに寄ります、どう、このぐらいのスピードで、はい、OK、 はい、じゃあポール、前のポール、前のポールに止まってください、もう一つ前、はい、ストップ、はい、まだ確認してください、ブラインドスポットからブラインドスポットまで確認